とまだなんですけども、まあだいたい少し前よりは、明日、あ、間違えました、明日ワックスです。今日はじゃなくて、すごい綺麗ですね。そして昨日ね、この機械をセッティングできたので、新が来たと思えない。そしてまあ少しずつ日に改良していって、こういうところを機械を考えながら。パーフェクトじゃないけれども、少しずつ揃えて、そしてもし来られたらっていうことで、5月の20日ぐらいには少し助手と訓練してね、少し動きをもう一回あれして、あっちにも入る予定なんですが、とりあえずこれでうちにあったやつね、古いやつ使って。これはダメージを受けなかったんですか？まあ博物館で2階に取っておいたやつ。ああ、なるほどなるほど。ここまで来ましたからね。お水が。表に機械がねまだ置いてあるんですけども、いずれ持っていくんですけど。いやー、すごいですね。ガラスは全部無事だったんですか？大丈夫です。これが彼女っていうか父親、息子の父親はかないで、はい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 、息子もちょっと入ってきて兄は明日明後日また来るんですけどね、そしてまあ皆さんのおかげで、患者さんのおかげでね、もう少し頑張ってお話をちょっとしたんですけどね、その後少しずつね、みんな機械屋さんとか材料屋さんとか皆さん応援してくれて、生活はちょっと大変ですけどね、ここに本当は住んでなかったんですよ。自宅が全部流されてね、2回とも流されて、家はダメで、ここへちょっと畳の部屋が少しあるので、ここで、まあ、今月積みながらこっちをやるかなと。なるほどですね。もう少しずつですよね。まあ、20日ぐらい目処に考えてるんですけど。あと何かこう我々がやってるような運動で、その全国の方からこちらの災害営業再開にあたって。何かこう必要なものとかを届けられればなと思ってるんですけど、生活というより主にこのお仕事のために必要なものと思ってるんですけども、あと再開するにはどんなものが必要ですか？まあ、具体的にはちょっと言えませんけれども、とりあえず自分のスタイルってありますからね。はいはい、そうですね。まあ、食生活はちょっと大変ですけども、なんとか毎日供給してくれる。あとこれ専門のことは仲間たちがね、みんな全部相談すれば一生懸命やってくれるんで、まあそれに応えるように自分としてはね、本当によくやってくれるんで、応えるだけですね。それ物質的な援助はもう大丈夫です。あと時間をいただいて、本当にありがたいです。自分一人ではなかなかもうできませんでしたけどね、仲間が一緒にもうそうですね、カロスさんもそうですけど、なんか取材に来られてもう全国に伝わっちゃって、でこっちはこの辺はいい方だってこと分かって、もう真っただ中でもう全然テレビもね、電気もなかったですけど、ずっと他の人たち、静岡があったか気仙沼とかですね、岩手にしてもっともっとすごくして、ね、家族を失った人もね、たくさんいますので、僕だけの問題じゃないと、大丈夫ですですね。じゃあできる限り早くお客さんは。そうですね。戻ってきて、ハイペースにならないように、まあ、少しずつ戻ってですね、まあこの地域の人たちの、まあ、一つの、まあ、一部門というかね、医療関係の一つとして、いろんなことを今回の津波というか地震津波でなんか教えられたような気がしますね。どうもありがとうございます。何かご協力できることは。もう協力いただいて。これもできないんで。あれです。患者さん待ってるっていうのが一番。そうですよね、本当に。じゃあちょっとストップしていただけますか。